はい、皆さんおはようございます。今日はですね、7月10日ということで、はい、参議院議員選挙の投票日になっておりますので、はい、私早速ですね、朝一で、投票の方に行っていきたいなと思います。こういうですね、はがきが、役所から届いておりますので、それをですね、持って書かれている投票所に行くということになっております。はい、無事にですね、投票の方を終えてまいりました。皆さんですね、必ず、選挙には行くようにしてください。ですね、よくテレビとかで若者がなんか政治家信用できないから投票に行ってあげないって言ってるんですけど、あれはまず間違いです。むしろ悪い政治家はあなたたちが来てくれない方が嬉しいんですよ。来ない方が嬉しい。そういうね、決まった、票がその人たちはあるので、はい、ぜひね、もし政治家に、政治家にですね、なんていうんですか、その怒ってたり、文句言いたいって言うんなら投票に来てください。はい、逆ですので、投票に行ってあげないってするとやったーってなるんで、悪い政治家ほどやったーってなるんで、ぜひね、投票に行ってください。はい、もう今日一日ありますので、ぜひお願いします。